ストロンボリ島は、地中海のティレニア海、エオリエ諸島に属する島で、行政的には、シチリア州メッシーナ県リーッパリに属する。火山島であり、ストロンボリ式噴火の名前の由来にもなっている。ストロンボリ島には400人近くが居住する。北東部に島と同名のストロンボリ、ピシタ、サンバルトロとサンビンチェンツォ、南西部にジノストラというフラツィオーネがある。北東部とジノストラの間の移動は、海岸に道がないことから船に頼っている。島の北東 3km 近くには、ストロンボリッキオという小島があり、これは、ストロンボリが活動する前に存在した火山の名残。この小島には海軍の灯台が立っているが、現在は無人で立ち入り禁止となっている。火山島であるストロンボリ島の飛散帯は海面下にも2000メートルも続く。火山活動を始めてから13000年ほどと推測され、北西部には3回山体崩壊を起こした後のシアーラ・デルフオー湖という海底まで伸びる深い谷がある。溶岩を火口周辺に吹き上げる噴火が特徴で、火山学では同様の噴火形式をストロンボリ式噴火と名付けた。夜間でも噴火のために目立ち、地中海の灯台とも呼ばれている。通年途切れなく活動している。そのため、噴火を間近で見ようと訪れる観光客も多い。だが、約10年に一度の割合で、ブルカの式噴火を起こしたり溶岩流を噴出することがある。ジュール・ヴェルヌは1864年に出版した小説地底旅行において地底からの脱出口をストロンボリに設定した。1950年にこの島を舞台にした映画ストロンボリ神の土地がイングリッド・バーグマン主演ロベルト・ロッセリーニ監督で撮影。この時二人が滞在した家は現在も保存されている。イタリアの火山島ストロンボリが噴火、住民への危険はなし、フランス通信社、2013年1月15日、2013年2月24日、閲覧イタリアの島で、突発的な火山噴火巨大な噴煙、ボートに迫る、火砕流ダッシュ cnn.co.jp、2019.08、29版、ストロンボリ島で、噴火観光客1人死亡シチリア島沖、アフプブニュース2019年7月4日版。ありがとうございます。